打順は2番ルネ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね、期待しましょう。高橋光がまずは先頭バッターを打ち取っています。低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライク。ライトバックバックバックする。スタンドには届きません。バッターランナーは二塁。バッターは宗。ここはバントでいいと思いますね、はい、さあここは送ってくるんでしょうか。こういうクイックが上手いピッチャーっていうのがランナーとしては一番走りにくいんですよね。セーフ。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ランナー走りませんね、一塁はセーフ。右中間に大きな打球。さあどうだ。右中間破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。三塁送球。ファーストランナー一気にホームイン。同点に追いつきましたオリックスバファローズ。右中間へのタイムリーヒット。1対1バファローズ見出しに戻りました。非常に速い打球でした。見事タイムリーを放っています。タイミングが合ってましたよね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。